はい、皆さんこんばんは、ラリホンです。さあ、今回はね、みんなの投稿を見ていくんですけれども、今回はすんごい久々に、ホムコンの動画もね、見ていこうと思うんでね、楽しみにしててください。途中経過ということで、このパオーさん、ツイッターの DM で、何かリクエストありませんかと、言ってきてくださって、じゃあちょっとカズヤのチームプレイとか見たいかな、と言ったら、ちょっとね、頑張ってくれてて、その途中経過ということで、楽しみですね。さあ、カズヤファルコか。はい。うおー、まだ未完成なんな。でもなんかもうね、早く見たいな、これ完成が。なんか待ち遠しいというか、見たことねえルート、まさかのそこでファルコの横ピンのメテオ判定を使ったコンボってね、見たことねえわ。え？あ、これいいやん。いや、このシンプルなのもすごい使えそうやけどね。いや、これがまだ途中経過？え、めっちゃ楽しみやん、これ。ちょっと期待して待ってましょう、皆さん。最高ラリホン、悲しい悲しいオーバーキル。さあ、悲しい悲しいオーバーキルということで、どっちがオーバーキルするかは、俺にはぜひガノンであってほしいんやけど、なんかもうすでに不穏な雰囲気。すでにもうガノンがもうオーバーキルの前兆を受けてるよ。ケロ、え、もしかして、マジでガノン行く？え？はははは。いやいやいや、俺この撃墜演出後に、なんか技食らって死ぬのはちょっとぶっちゃけ、初見だわ。ガノンが見せ場あるってマジ？え、今日晴れる？奇跡の見せプ。いや、奇跡は期待。ダークサムスか？どういう奇跡？あ、かっこいい。かっこいい。多分この投稿主さんは多分な、何も考えてなかったかな。こんなに言うと悪いけど、何も考えてなかってチャイショット打ったら、多分ね、回避とすごいいいタイミングでハマったっていう。やから奇跡なんかな。何も考えてないって、ごめんな。良さげなホームコン集。さあ、おそらく、見せプレイ集的な感じかな。ホームランコンテストの。さあ、いい感じにやってる。おお、え、かっこいい。かっこいいぞ。これ、あれですよね。バットレンっぽいことしてますけど、まあ、スピードがちょっとね、そのガチに乗っかったと比べたら、まあ、緩めなんですが、おそらくポーズを使ってないよね。かっこいいな。ポーズを使わないバットレンで、かっこよくやってる。これいいですね。なんか、まあ、そう簡単には真似できませんと思いますけど、でもなんか、バットレンと比べたらちょっと敷居が低めというか、なんかね、自分でオリジナルのルートとかね、作れそう。かっこいいな。ちょっとこれ、割と入門なんじゃないか。ホームコンで見せプレイしようと思ったら、かっけえ。しかもいろんなキャラあるからね。え、これね、やっぱ80体といますから、サーバーって。なんか、なんかいろいろ考える配信おもろそうやな。ホームコン配信したいなと思っとったんけどさ、やっぱり、そのポーズとかのバットレンやっぱりさ、もう出来やんかったからさ、折れたんで心が。無理やと思って。でもこれならちょっとみんなと一緒にね、練習できるかもしれない。練習っていうか、なんかオリジナルに作るみたいな感じ。さあ、クラウド。いや、さっきのリュウム良かったなぁ。さあ、クラウドはかっこよくね、ちょっと。今多分、いや、ポーズ使ってんのか。え、ちょ、制作者さんに聞きたいな。これポーズ使ってんのかって。なんかね、ポーズ使ってないかあるけど、さっきのクラウドの見る感じ、なんか、あれポーズ使ってねぐらい、そのバットの、切り離しというか、バットの、まあ、アイテム捨てて、取っ手が、なんかめちゃくちゃ高速なように見えたから、わかんないけど、はじめはスマッシュボンボンするんですよね。で、そっから、いや、ベオかっこよすぎやろ、めっちゃ根元。大体のキャラ、センターで狙ったのに、ベオめっちゃ根元やった。え？なんか、いいな、なんか、おしゃれっすね。なんか、かっこいいんだけど、なんか、おしゃれな雰囲気出てるわ。このなんか、使うときだけバット使うみたいな。うん。そういう感じがいいね。さあ。カズヤ、スマッシュすぎる。さあ、こいつはバット？お前は何もせんのかい。お前はただスマッシュやって、よくこうスマッシュだけか。ベオ2回目？え？ 2 個もある。もしかして違う？ルートが。もう、初めは似てるね。うわわわ。いや、ベオめっちゃ、え？あ、最高ラリホン。何をしてもクソ。もうめちゃくちゃ自分に自信がないのか、もうネタ全振りの人なんか、どっちかよね。さあ、キャラは、あ、もう勇者か。これはネタやな。これは全振りだわ、絶対。俺はわかるよ。これは全振り。はい、これ、復帰できますか？おい、やばいぞ、MP がない。あ、もう、死んだんだ。無慈悲なカットやって、今。すごく無慈悲なカットやったけど。いや、クロムの方うまいな。マジで。隙与えない。やあ、あらまあ。あらまあ。ちょっと。まあ、なるほどね。まあまあ、クソ臭かもしんないわ、これ。え？何それ？ちょっと待って。
何その、え、ピオリームすると入るのそれ。え、なんだよそのコンボ、初見なんだが。ちょっと何その、何その魔法、初見なんだが。怖い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 。おお、あ、会心でちゃんと飛ぶんやね。なるほどね、自分のミスであの発想を得てちゃんと、おお、なるほどね。あ、ちっちゃくなっちゃった。もう上スマ、ただでさえ剣先の判定少ないのにさっきの当たらんっていうね。大きくても当たらんかった、ごめん。上スマのセンスどんだけピカイチやねんこの人。上スマだけはザキザラキこんなに打って当たらんことある。逆にザキザラキこんだけ外してこんなにマジンキで当たる、おかしいよ。金が降ってきて喜ぶ金欠の少な。はい、というわけで今回もね、みんなの投稿を見ていたんですが、昨日日曜日ちょっと動画投稿をお休みもらいました。ちょっとなんでかなと思っとった人ごめんな、ちょっと YouTube 違って Twitter では言ったんやけど、ごめん、ちょっと YouTube で言えばよかったな。まあ、ちょっとね、あの忙しくて動画投稿できませんでした、ごめんなさい。で、今回ね、久しぶりにホームランコンテストの動画見ましたけれども、全然投稿してなかったじゃないですか。多分もう1ヶ月以上、なんならもう2ヶ月ぐらいホームコン関連の動画を投稿してない気がするんですけど、まあ、なぜかというと、まあ、簡単に言うとネタ切れですね。まあ、ネタ切れって言っても皆さんからネタはね募集してるんですけど、やっぱり、あの、昔に投稿したプレイとやっぱりもう新キャラもいないからさ、被っちゃうんだよね。で、まあ、同じプレイでも面白いも面白いんですけど、やっぱり、なんか新鮮さが欲しいじゃないですか、動画って。なので、やっぱり、これ見たことあるっていうリアクションにもやっぱりさ、なんか、おーすげーっていうのを俺は見したいし、俺もそういう自供がしたいから、ちょっとなかったって感じですね。で、今回はまあ、ね、まあ、今までちょっとない感じのホームコン動画やったんで、採用させていただきました。まあ、どうやったら動画に採用してくれますかとか、質問配信とかできますけど、やっぱり、誰とも被らんもんかな、これは。YouTube の動画もそうやと思うけど、やっぱり一回見たことあるもんって、ああ、いいや、もう見たことあるし、みたいな。他のチャンネルであるしとか、あるじゃないですか。まあ、そんな感じで、みんなの投稿も似たような感じなので、オリジナリティというか、もう個性をね、皆さんの個性を俺にぶつけてください。待ってます。